皆さんこんにちは、かおりです。ということで、前回のビデオを撮ってからすぐに私もワクチンの順番が回ってきたので、今日はそのワクチンをね、接種する様子を動画で撮れたらなと思います。で、ちょっと見覚えがある方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、前回とね、同じくまたブキジャリルスタジアムに来ています。このね、ワクチンの会場っていうのは選べないんだよね、パパ。ああ、そうだね。もうね、接種する日時と会場っていうのはもうあらかじめ、ね、指定されているので、その記載されたものに従って来るんですけど、うん、なんとね、偶然にもまたブキジャリルスタジアム同じ場所でした。行ってみましょう。アプリケーションの予約を見せて、今すぐにね、入場ができました。手指の消毒と体温のチェック、あとはその自分の予約のスクリーンの確認だけで、今会場にね、向かっています。今ね、チェックを済ませてスタジアムの中に入ったんですけど、入ってからすぐに接種できるわけじゃなくって、今ね、一応椅子に座って、待ち時間なのかな、私の他にも今たくさんの人がこのスタジアム内の椅子に座って接種の順番を待ってるって感じです。会場に入ってね、30分くらい経ったんですけど、私の目の前のね、列までもう接種のね、部屋に入ったみたいですね。今ね、下の方に降りてきました。すぐ目の前に見える部屋が多分もう接種の会場だと思います。私がね、スタジアムに入ってからだいたい30分くらいして、今ね、もう下の方に降りてきました。この後ろに見える黄色い椅子が、さっき私が座って待っていた場所です。これは撮影ブースかな、ここで記念撮影して帰っていく人がいるみたいですね。ここさっき私が最初に入ってきて待っていた場所かな。で、こっちの奥にそのワクチンの接種会場って感じで白いテントが設けられています。私は今ここから出てきました。はい、これでワクチンの1回目の接種は以上となります。
これ今終わった後の会場の様子なんですけど、やっぱり前回のウォークインの時に比べると圧倒的に人の数少ないですね。はい、少ないですね。やっぱり今回はちゃんと管理されて予約の人だけが来てるからね。まあ、売店とかあるからさ、食べ物買って食べてる人もいるみたいだけどね、前よりは全然ごった返した感じはないですね。ということで今日はマレーシアでワクチンを接種したちょっと様子を動画に撮ってシェアしたんですけど、いかがだったでしょうか。私は今回コロナウイルスのワクチンを接種したんですけど、ちょっとワクチンについてはいろいろな考え方があってセンシティブなことでもあるので、やっぱり受ける受けないはね、個人の判断によると思うので、 あくまでもこの動画ではマレーシアでワクチン接種した様子をちょっとシェアするもので、なんかワクチンした方がいいですよとか勧めるものではないっていうことはご理解いただきたいです。やっぱりね、健康上の問題があってワクチンしたいと思っている人でね、できないっていう人もいると思うし、それぞれの考え方があることだと思うので、今回はマレーシアでワクチン接種した様子っていうのをシェアしました。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。